はい、これもそのままないかと思うんですけど、これアシルですね。でアシルは、野生のマガモを飼い慣らして家畜化するうち、個体や寝室よりか体が大きく重なり、翼は小さくなって、数メートルほどしか飛ぶことができない。また体格も太ったもの、直立して歩くものなどいろいろ変化したんですね。でアシルは年間に150から200個の卵を産んで、卵産は特に春が盛んである。で卵の大きさは鶏のものよりやや大きく、殻の色は薄い緑である。で、産卵から30日弱で品が再開する。でただアシルは卵を産んでも、膨張しない個体もあるため、確実に卵を隠すため粘乳器を使うことが多い。それとは粘乳性の残っている卵にはや鳥かご等の卵に混ぜて鶏を渡されさせる方法もある。で生まれたシナが卵を産むようになるのは生後5ヶ月から6ヶ月で、繁殖が可能になり、熟成はメスで生後6ヶ月から7ヶ月ほど、オスは成熟期が誰にオスに比べてやメスに比べたね、やオス、他のオスに比べてや遅いということですね。で発情期は早春から秋にかけては数字や陸上の場所を構わず交尾する。わお、秋になりましたですね、水上だろうがね、陸上だろうが構わずイチャイチャする、こらーみたいなね。これ人間でやったらアウトですけどね、人間でやったらアウトなんですけど、動物でアシリさんの場合はですね、どこでもワオをやってしまうんですよ。まあだからですね、あんまり見ないでくださいね、これね。うん、それはね、人間だったらこう、イチャイチャしてもね、誰かに見られたら嫌じゃないですか。おばさんに見られたら嫌じゃないですか。だから、動物もイチャイチャするところを人間で見られたら嫌なんですね。ですからですね、それはもう、バラの世界なんで、ほっとる、温かく見守ってください。で、オスを使って、隣のオス同士が、激しく争うことがある。やっぱりこれは人間も同じですね。俺のなんだよとか言ってますね。争いが起こるんですね。で、やめてって言ってるのはですね、やめてくれないんですね。まあ、男ってのは、いつの時代でも悲しいものございましたよね。で、こうやって男というものはですね、女を取り合うんですよ。ですから、これは動物の世界でもですね、やっぱ共通としてるんですね。まあ、これはある意味、ここまで来ると本能だからしょうがないのかなと思うんですよね。で食料は雑食性で、家畜用の穀物類を主にした餌のほか、人間の食べる野菜類や果樹や食肉など個体差があるものの、基本的に何でも食べてしまう。何でも食べてしまうんですね、これですね。で家畜から野生化したものは、春の旬のや小型の昆虫類、土壌動物の捕獲する。アシルは違いながら共に長く暮らすことがあるが、一生同じ相手と過ごすとは限らない。で野生化したものの塩水域で暮らすことが多い。原産のマガモは海上で暮らすこともできるため、アシルも海上で暮らすことができる。で野生のものは飼育下のもとに比べ、卵卵の熟成が低い。寿命はまあ5年から約20年ほどだった。で野生家畜を断らず、猫やイタチなどの捕食者で食べられてしまうことがある。で子供の場合だと成長テリトリーは全長50メートルから80メートルほどで、体重は 3.0 から 5.0 キログラム前後のものが多く、生育のところで述べているようにマガモと比べると大型だ。オスよりもメスの方がやや小さくて、生まれたばかりのシナの体重は約70グラム前後だ。でメスは黄色が重で、翼が白い、いわゆる走る白の形をしている。で上下の細かいギザギザがあるため、捕食の虫を加えて取ったり、雑草の侵入を切り取ったりするのに利用するということですね。で足は黄色はオレンジ色で、大きな水かきを持つ。細い木の枝に捕まることができないが、体温は摂氏40度から 41.5 度ほどなんです。でガチョウと似ているが、ガチョウは足より一回り大きい。またガチョウの首が長く直立しているに対して、足の首はオスの陣形で短いというところがまあ、ですからまあ、シルさんはですね、イチャイチャするときはですね、もうどんなところだろうかね、365日ね、24時間ですよ。
ね、パーってなってしまったらどんなところが動くか必ずやってしまうんですね。これ人間だったら完全にアウトですからね、うん、でも足も年頃になりますと、まあ、抑えられなくなるんですね。そこから先はバラの世界ですからね、そこから先は聞かないでくださいね。でもね、まあ、そういうのをね、ちょっと人間がね、ちょっと目撃したらワオって話になりますけど、まあ、そこら辺はね、ちょっとお父さんお母さんがいたらね、ちっちゃい子供がいたらね、ワーみたいなことやったらね、ちょっとこうワオって言ってちょっとね、ちょっと隠した方がいいかもしれませんね。うん。でもしょうがないですよ。人間も動物もね、やっぱり年子になったら誰かと恋愛しますからね。年子になったらやっぱり誰かね、とね、過ごしたいななんて思うんですよ。なんででしょうね。まあ人間も動物もやっぱり一族を残したいっていうのがありますからね、まあ、これはねもうあの世に行こうがこの世に行こうが関係ないですからね。まあこれはまんばっかりはもうしょうがないんです。でこれはこうやってね、このストローになってて、でこのストローにきっかけてシューシューとこうやるね人です。まあ、なかなかこう可愛らしいね走りさんではないかなと思います。どうもありがとうございます。